マルチーズ。マルチーズは、マルタ共和国原産の小型犬及び、世界最古の愛玩犬の一種として知られる犬種である。血統的には、ビションフリーゼ、ハバニーズ、ボロニーズ、コトンドキュレアールなどのビション系犬種とか、代わりを持つ犬種である。マルチーズは、ヨーロッパで最初から愛玩犬として飼われた犬種として、最も古い歴史を持っている。その歴史は、 紀元前1500年頃、貿易の中継点だったマルタ島にフェニキア人の水夫たちが持ち込んだ犬が元になっていると言われている。マルチーズに関する記述は紀元前300年頃に記録されている。ギリシャの陶制の壺や皿にはマルチーズと同じような犬が5世紀頃から描かれていた。マルチーズに対する愛情が高じて墓標が建てられたという証拠も残っている。 エジプトの王がマルチーズに金の器で食事を与えたという逸話もあることが知られている。14世紀初め、初めてイギリスに持ち込まれ、上流階級の婦人たちから抱き犬として高い指示を受けた。特にヘンリー・パスセイはマルチーズを溺愛していたという。15世紀にはフランスにも渡って一躍流行犬となり、破格の値段で取引されたとされている。 マルタ島がイギリス領となった1813年以後、2島のマルチーズがビクトリア女王への献上品としてイギリスに送られた。2島は女王の手には渡らなかったものの、当時は世界最大の帝国だったイギリスで初めてドッグ賞に出されたことで名声を高め、さらなる人気に火をつけることとなった。アメリカにおいて1877年頃までマルチーズは マルチーズライオンドッグとして紹介されていた。ライオンドッグという名前はアジアの愛好家たちによって付けられたので、彼らが犬たちの紐をライオンのがみのように切っていたことに由来していると考えられている。その後、1888年に悪に認定されることになったことから、この犬種の人気は徐々に上昇した。また、この時期にはヨーロッパ全体で流行した。 日本での流行は1970年代に入ってからである。白色紐の犬が好まれる傾向側が,が国では特に顕著でスピッツの流行に続いた。日本国内の飼育頭数による人気犬種ランキング JKC 調べでは1968年から1984年までの16年もの長期間登録数のトップの座を守り今でも人気の高い犬種である。 大きさについて、体高20から25センチメートル程度、体重は2.5から3.2キログラムが理想とされる。寿命は12から15歳程度と、他の小型犬と大差はないが、マルチーズがかかりやすい病気は多い。紐は、光沢のある、純白のものがほとんどであるが、白以外の毛色を持つ個体もいる。例えば、レモンと言われる種類の毛の色の個体は、 黄色がかった白色をしている。あるいは、炭と言われる種類の薄いベージュ色の白の毛色の個体も見られる。繁殖目的でなければ、純白以外の毛色も個性として許容される。上述の毛色に関かかわらず下毛、アンダーコートのないシングルコートの直毛である。犬のかえ毛は下毛である。上毛のみのマルチーズは季節によるかえ毛がないため、抜け毛が少ない。 繊細な紐は手触りが良いが毛玉になりやすくブラッシングやトリミングなどの手入れが欠かせない紐は地面まで届くフルコートがスタンダードであるが家庭犬では短く刈り込みサマーカットしていることが多い毛を長く保つ場合は紐を引きずることにより傷みやすいので細かなケアが必要である美しい紐を保つために日々できることとして紙とゴムで 体の横などに留めておく方法や、滑り止めとして、靴下や靴をマルチーズには、せることで、自分の爪で紐を傷つけることを防ぐ方法がある。紐の白さと対照的に鼻、唇、目の縁や足裏は黒く、目も暗色であるのが普通である。色素の弱い個体では、冬場に鼻がピンク色になる、ウィンタースノーが発生しやすい。耳は、垂れている。 爪には白爪と黒爪の2種類があり、色素が濃い個体は爪が黒く、色素が薄い個体は爪が白くなる。色素が薄い個体にはアルビノ種がいる。爪の色は高級的ではなく、もともと白かった爪が黒っぽくなったりする変色も起こるが病気ではないため心配は無用である。性質はおとなしく人懐っこい。明るく外交的でもある。 行動的には、ほどほどに快活でほどほどに穏やか、ほどほどに賢いが、好奇心や探求心が強すぎて、いたずらに走ることもな、警戒心はあるので少しは吠えるが、いつまでも騒ぎ立てるタイプではないなど、何事にも、重要で、コントロールしやすい。加えて従順なタイプの犬種である。このようなことから、初心者でも飼いやすいとされる。また、抱き犬として知られ、 甘えたがりである。さらに、それとは、対照的に勇敢で他の大型犬に対しても臆することなく、振る舞う面がある。この傾向は、オスよりもメスに強い。一方、日本では常実の、明るく、外交的な性格とは逆で、繊細、内弁慶、シャイと書かれていることが多い。これは、日本人の潔癖さゆえに、純白のマルチーズが汚れないようにするため、 社会化トレーニングをさせる機会を設けられない、マルチーズが多いからであると言われている。社会化期に積極的にいろんな人とコミュニケーションをとり、また散歩に連れ出し、土や草に触れたり、往来の車や電車の音を聞いたりしながら心のキャパシティを広げる社会化トレーニングを実践することを心がけたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。